皆さんこんにちは。レック専任講師の吉澤敦史です。本日はですね、令和2年、司法書士試験最終合格者、であります浅沼さんとそして Y さん、にお越しいただきまして、合格のための勉強方法などなどいろいろ聞いていきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。はい、それではまず、最初の質問からいきたいと思いますが、なぜ、資格の勉強をしようと思ったのでしょうか。まず浅沼さんからお願いいたします。はい、私は以前サラリーマンとして普通に働いていたんですけども、やっぱりこう将来についてちょっと不安を感じるようになってきていて、そこで将来に向かって使える強みということで司法書士の資格の勉強を始めました。はい、Y 様どうでしょう。はい、私も同じくサラリーマンとして働いていたんですけれども、待遇面であったりだとか、あと、仕事のやりがいだったとか、いう部分でやっぱり不満の残る内容ではあったので、自分の名前で仕事がしたいという、動機からですね、難しい資格ではあるかもしれないですけども、挑戦したいな、と思いまして、始めました。はい、今 Y さんの方から自分の名前で仕事がしたいというお言葉をいただきましたけれども、司法書士ですね、やはり独立がある程度容易な資格ということで、自分の名前で仕事がしたいという方にとっては非常に最適な資格ではないかというふうに思います。はい、それでは資格の中でですね、なぜ司法書士をですね、あえて選んだのかというところを伺いたいと思いますが、じゃあまず Y さんどうでしょう。はい、明確に最初から司法書士じゃなきゃどうしてもダメだっていうわけではなかったんですけれども、いろいろ調べていく中で後見人業務に興味を持ったという形ですね。これからの高齢化社会であったりだとか、人に喜んでもらえる仕事を生活の糧にできればなという中では、後見人ができる司法書士が選任される中では一番費用も時間も短い、軽い負担で取れるんじゃないかなと思って選びました。はい、浅沼さんどうでしょう。そうですね、私はちょっと消極的な理由なんですけども、資格試験の勉強っていうところでちょっと考えたときに、以前こう簿記の勉強とかしたことはあったんですけど、あまりこう肌に合わず自分は続けられる自信がないなと思って、その会計士であったり税理士の資格はちょっとやめたんですけども、そこで残った消去法なんですけど、はい、法律系の資格の中で司法試験よりも合格までにさほど、比較して時間を要さない、その中でもある程度難関な司法書士という資格を選ばさせていただきました。なるほどですね。はい、実際浅沼さんは、令和2年度の本試験、いわゆる一発合格という形で、もう文字通り時間を要することなく、合格されたわけで、本当に素晴らしいなと思うわけですけれども、Y さんの方から話が出ましたですね、後見のお仕事というものが出ましたけれども、高齢化社会の中で今の合格者の方ですね、非常にやはり後見の仕事を始められる方が実際多いなと思います。今後もますます需要の方は増えていくんではないかなというふうに思いますね。はい、それでは実際ですね、司法書士の勉強を始めるってなった時にですね、その予備校を使うのか、独学で行くのかで、予備校を使うとして、じゃあどこの予備校にするのかっていうところ、考える時があったと思うんですけれども、なぜあえてレックを選ばれたんでしょうか。じゃあ Y さんからどうぞ。はい、まず勉強開始するときには、もう独学ではちょっと無理そうだなと、というのは法律の学習が未経験であったことと、あとできるだけ短期で資格を得たいと、いうところで、そんな安くはない費用だったと思うんですけれども、予備校にしようとは決めてました。で、レックさんに決めた理由は、通える範囲が横浜駅周辺かなというふうに考えたときに、生クラスやってるのがレックだけだったんですね。でなので、実際に生クラス担当されている吉澤先生 のガイダンスに参加して、で、ここで一生懸命やりたいと思いまして決めたのが、一番の決め手ですね。はい、分かりました。浅沼さんどうでしょう。そうですね、やっぱり最初はもちろん独学を検討したんですけども、やっぱりこうインターネット等で調べていると、その独学が少し厳しいという旨の記述がすごい多かったので、やっぱりこうそうしたら予備校を利用しようという考えになって、
その中で、レックの方に一度横浜港の方に伺わせてもらったんですけど、スタッフの方の対応がとても親切で、なおかつレックっていうのはやっぱり一発合格の方が大変多く出てらっしゃるので、ここで勉強すれば自分もしかしたら一発合格できるんじゃないかなと思って、はい、レックを選びましたね。はい、ありがとうございます。まあ、実際ですね、浅沼さん1回目の受験で合格、そして Y さんの方も2回目の受験で合格ということで、まあ、先ほど Y さんの方からお話出ましたけれども、まあ、その受講料とか、まあ、バカにはならないと、まあ、確かにそうですけれども、まあ、その全体で見てみると、まあ、頑張ることが前提になってきますけれども、やはりコスパとしてはですね、その予備校を使われた方が、まあ、結果としては良かったということにお二人の場合になるのかなというふうに思いますね。はい、それでは次ですね、勉強開始された時のお話ですけれども、実際民法からかな、もう普通は、勉強開始して、その手応え的なところってどうでしたか、浅沼さん。講義を聞いて理解できないということはなかったとは思うんですけど、でもそれで分かったつもりになってこう過去問とかの演習に入ると、なんで分かってるのに解けないんだろうっていうところでは、あまりこう問題を解いて正解するっていうところであまり手応えを少し感じなかったですね。なるほど、はい、Y さんどうですか。はい、初期段階ですね、はい、はい、全く初期の段階では全く講座を進めていく中では、そんなに全然手につかないとか、何言ってるのかわからないっていうことは、まあ、なかったですね。幸いにも専業でやってた部分もあったんで、まあ、予習に時間をある程度取って、その上で、まあ、生講義なり欠席フォローの、収録講義なりを受けた後に、まあ、問題に取り組めば、そんなに全く進められないということはなかったですね。なるほど、はい、今の方から予習というまあ、言葉が出たんですけれども、まあ、基本的に予習と復習という言葉がありますけれども、その復習の方が、まあ、重要性が高いというふうに、まあ、我々講師陣、言うわけですけれども、 Y さん、予習の方ですね、されてたのはなぜなんでしょうかね。はい、できるだけ効率的に、まあ、講義を聞きたいと、はい、で、まあ、収録ではなくてですね、生クラスに、まあ、通うという選択をした以上ですね、その生クラスに参加している時間も最大限有効活用しようという意図がありました。なるほど、まあ、確かに予習、まあ、予習と復習って、復習の方が大事だって言いますけれども、まあ、それは時間が限られていること前提の話で、予習するに越したことはないわけで、実際その予習された講義の方がですね、やはり、まあ、スッと入ってくるのかなというふうには思いますね。はい、ありがとうございます。それでは次の質問に移りますが、講義を受ける際なんですけれども、まあ、全て一発で、すっきりとですね、理解、できるところもあればですね、もやもやするところもあったかなというふうには思うんですけれども、まあ、復習の仕方ですね、どのようにされてましたか。 Y さんの方からお願いいたします。はい、まあ、先ほど申し上げたようにですね、また予習をある程度した段階で、まあ、講義を受けて、でその後の段階なので、もういきなり過去問の演習から入ってました。最終的にはまあ問題解けるようになるのが、まあ、目的地だなというところがあったので、まあ、過去問に取り組んでみて、どういう問われ方をするのかなど確認しながら、まあ、その後、分からなかった場所だったり、もやもやした場所のテキストに戻って、まあ、講義中に取ったメモの確認と合わせて復習をするというようなスタイルですね。浅沼さんどうでしょう。自分は本当に原則は読み込みだけですね、はいはい、でもやっぱりこう民法とか権利関係が複雑になってきたりすると、はい、こうそうですね、自分で図示したりとか、はい、あと、まあ、登記法に関してはひな型の、やっぱ暗記が必要だと思うので、そこは、はい、そうですね、書いて覚えるってことはやっていて、それで 1,2 回ほど読み込みをしたら過去問を、はい、の演習をして、それでまた復習、その過去問の復習の意味も兼ねて 3,4 回目の読み込みをしていくという形で。なるほど、はい、やってました。なるほどですね。浅沼さんについても Y さんについてもですね、基本的なそのプロセスが似通ってるなと今聞いてて思ったんですけれども、その復習の仕方としては、まあ、テキストを読むで過去問解いてみる、で過去問解いて当然分からないところあるわけですけれども、それを解決するためにまたテキスト読み込むと
いう、まあ、プロセスですよね。まあ、王道といえば王道ですけれども、まあ、それをしっかり、こなせるかどうか、ここがポイントなのではないでしょうか。はい、それでは次ちょっと変わった質問ですが、そうでもないですね、失礼、勉強場所なんですけれども、まあ、今回ですね、令和2年度受験生苦労されたと思います、まあ、コロナの影響でですね、ちょっと勉強場所にも困ったかもしれないんですけれども、どうでしょう、勉強場所主にどちらでされてましたか、佐沼さん。そうですね、自分は恥ずかしながら自宅で勉強があまり昔からできなくてですね、うん、それでメインはやっぱり喫茶店とカフェでやっていました、はい、で緊急事態宣言の時昨年の3月とか、昨年の4月から5月だと思うんですけど、はい、その期間はやっぱりこうカフェとか空いていないので、うんうん、そこで有料自習室の補助と契約させていただいて、うん、そこで勉強しているという形にして自宅を避けてました。なるほど、はい、Y さんどうですか。はい、全く示し合わせたわけではないんですけど、全く浅沼さんと同じです。私の場合はカフェではなく、は主にレックの自習室ですね、はい、自習室であったり地元の図書館がメインだったんですが、緊急事態宣言以降はもう有料自習室と同じく契約して、まあ、そこで日々やってました。朝から晩までという形で、うん、なるほどですね、はい、まあ、これもまた示し合わせたわけじゃないんですけれども、私もですね受験生の時がありまして、これまたお二人と同じく自宅ではもうできないタイプでして、まあ、とにかく外でしたね、うん、その喫茶店含めて、まあ、何箇所か僕の場合用意してましたけれども、まあ、これはまあ人によってまあ違うところかなと思うんですが、まあ、自分に適したですね環境を考えて作り上げていっていただければというふうに思いますね。はい、それでは次、過去問演習について伺いたいと思います。過去問過去問と、まあ、講師陣言うわけですけれども、過去問演習ですね、どのようにされてましたか。 Y さんどうでしょうか。はい、最初の復習の時ですねは最初に講師の方からおそらく指示もあると思うんですけども、まあ、その通りですね、民法と不動産登記法については10年分を解く ところから始めて、で、まあ、2週目3週目する段階である程度年数を増やしていくというような形をとってました。なるほどですね、はい、浅沼さんどうでしょうか。演習の回数、ね、回数からいきましょう。演習のその題材としては基本10年分まで遡ってやるという形でしたね、うんうん、でもやっぱり毎年1問しか出ない民事執行法だったり、うんね、民事保全法、うんうんうん、まあ、あとは供託法などは、うんうん、全ての年度の過去問は解いてましたね。で、うん、回数としてやっぱりこう主要科目は本当に習熟度を上げなきゃいけない科目だと思うので、うん、に関しては6回から少なくとも6回、多ければ10回という形でやっていました。なるほど。じゃあ浅沼さんあれですかね、民法とか不動産登記法、はい、まあ、いわゆる1年あたりの問題数が多い科目なんですけれども、はい、これについてはその15年だったら15年、10年だったら10年、はい、それを5回、6回って感じでしょうかね。そうです、まあ、少なくとも、まあ、7、8回はやっていたんじゃないかなと。その昔の問題については、まあ、もう触れもしなかった、はい、なるほどですね。まあ、ここに関しては、まあ、いろんなご意見あるかなと思いますけれども、うん、まあ、僕もどちらかというとその浅沼さんが取られてた方向ですね、方向性をまあ押すタイプなんですけれども、まあ、特に出題問題数の多い科目についてはもう10年だったら10年、15年だったら15年というふうにもうボンと決めていただいてですね、その演習回数を増やそうがいいのではないかなというふうに思います。はい、それでは次ですね、記述式の勉強についてなんですけれども、やはりまあこの記述式についてはですね、まあ、苦労されたのではないかなと思います、基本的には。どうでしょうかね、勉強方法どうでした、 Y さん。はい、まあ、初級クラスの方で、まあ、一緒に演習素材としてついてくる書式ベーシックっていうのがあるんですけども、はい、まあ、初級から中級ぐらいの問題ですかね、これを最初に取り掛かるような形でした。うんうん、で、まあ、講義聞いた段階で取り掛かろうと思っても全然手も足も出ない問題の方がやっぱり多かったかなと思います。で、まあ、模範解答も先に見てしまって、で、まあ、そこに至るまでのプロセスをテキストで確認しながら、まあ、丁寧に手順を追っていくっていう作業をまず最初はやってましたね、はい、ちなみにその書式ベーシックは何週ぐらい回されましたか。トータルではおそらく15週以上はやってると思います。15週15週ぐらいやってます、
それまたすごいですね。ああそうですか。まあ合格者の方によって当然回数違いますけど、大体平均3回ぐらいっておっしゃる方が多いのかなっていうところなんですけれども、なるほど。で基本となるひな型なんかも書式ベーシック通じて抑えていった感じでしょうかね。そうですね。なるほどですね。はい、浅沼さんどうですか。やっぱり先ほどの Y さんとちょっと重なる部分があるんですけど、はい、やっぱり講義を受けてから書式ベーシックの演習という形をやっていましたね。はい、でやっぱりこう最初から全然スラスラ書けるわけはもちろんなくて、それをこう自分はもうとにかく書いて体に染み込ませていましたね。で、そうですね。で直前期になるとやっぱりこう自分ができないひな型とかもこう、まあ、分かってくるので、そこは自分でこうノートとかにまとめてこう覚えるようにしていました。なるほど。はい、もう今体に染み込ませるというご意見いただきましたが、もうまさにそうで、やはりもうひな型については実際ボールペン持って手を動かすっていう作業がどうしても初期段階では必要になってくるのかなと、読んでるだけではなかなかちょっと染みついてこないところかもしれませんね。はい、それでは次ですね。はい、生クラスで受講もされていたわけですけれども、まあ、生クラスのメリットとデメリットですね、お答えいただければと思います。浅沼さんどうですかね。やっぱりメリットは吉澤先生がこう目の前にいらっしゃるという臨場感ですかね。はい、ありがとうございます。そうですね。はい、講義のテンポであったり、それにやっぱこう押されて自分もやっぱ講義を聞くことができるので、はいはい、あとはやっぱりこう、まあ、分からないことがあったらすぐ相談できるというところが一番大きいかなと思います、ね。実際浅沼さんは結構なんだろう、講義と関係ない何でしたっけ、自分でネーミング忘れましたけれども、吉澤敦の何でも相談室でしたっけ、はい、時間を結構頻繁に、はい、使っていただいてた記憶がございます。はい、まだ、まあ、クラスの一つのメリットですよね、あれはね。うん、Y さんどうですか。はい、やっぱり一番のメリットがその決まった時間に、まあ、決まった場所で、まあ、決まった単元をという形なので、まあ、行くことでその学習のペースが、まあ、維持されるっていうのが一番大きなメリットじゃないかなとは思います。で、うん、まあ、今浅沼さんがおっしゃられたように、まあ、臨場感があるんで、まあ、その場で寝ることはないですね。寝ずに授業を聞くと集中して授業を聞くというまあこれは生クラスのメリットじゃないかなと思います。なるほど。はい、そうですね。今 Y さんがおっしゃったように、生クラスに通うメリットの一つとして、まあ、問答無用で、まあ、スケジュールもあらかじめ決まっているので、まあ、出席すること前提にはなりますけれども、そのペースで学習を進めなきゃいけないという、まあ、ある程度この強制力がね働いてくるというのがあるのかなと思います。まあ、通信が悪いわけではないですけれども、通信の場合どうしてもちょっとこう自分に甘い方だとどうしてもちょっと後回しになったりっていうのはあるのかもしれません。逆にじゃあ生クラスのデメリットどうですかね、浅沼さん。やっぱりそうですね、デメリットとしましては、まあ、自宅から近い人は全然いいと思うんですけど、やっぱり通学時間かかるという点ですね。はい、そこはまあやっぱりこう演習に当てたりとか、まあそうですね、当てたりすることができるかなと思うんですけど、やっぱりそれに関連してこう通信だとその講義を倍速で早回しで聞くことができるので、その分です、ね、やっぱりこう生の先生は 1.0 倍でしか喋ってくださらないので、おっしゃる通りだ、その点ですかね、やっぱりデメリットとしましては。はい、Y さんどうですか。そうですね、まあ、同じくまあ、場所も時間も選べないのがデメリットで、まあ、多少体調悪くても行かなきゃいけないという部分はあります。その辺はデメリットじゃないかなとは思います。なるほど。はい、ただ自分のスケジュールの都合さえ作るんであれば、まあ、通学の費用その他含めて、都合がつくんであれば生クラスを受けた方がいいんじゃないかなとは思います。ありました、ありがとうございます。それでは次の質問ですけれども、講義受けられててですね、まあ、民法から始まって不動産登記法、会社保証等法、そしてマイナー科目といった形でどんどんこう科目が積み重なっていくイメージ、まあ、最初は民法だけだったものが次は民法と不登法で、民法不登法会社法みたいな感じでやるべき科目がこうどんどん増えていく感じがしたと思うんですけれども、その辺どう対応されてましたか。 Y さんどうでしょうか。はい、まあ、奇襲科目最優、現在進行の科目ですね。うん、まあ、不動産登記法をやってればもうその期間は不動産登記法がメインになるんですけれども、うんうん、まあ、曜日を決めて奇襲科目の民法に当てたりだとか、うんうん、まあ、会社法に進んでいったら、まあ、会社法の割合を一番大きくして
不動産登記法民法も曜日ごとに割り当ててやるような形を取ってましたね。そのすでに講義が終わった科目についても、まあ時間は少ないけれども、まあ、定期的に刺激は入れてたというイメージですかね。なるほど。浅沼さんどうでしょうか。まあ、Y さんと結構一緒なんですけど、はい、やっぱり目の前の現在受講している科目をまず第一優先、うんうん、最優先にして、うんうん、やるというのは、はい、ありまして、はい、でそれで、まあ、こう目の前の科目をこうこなしていくと、たまに少し隙間というか余裕ができる時期がたまにあると思うんですけど、そこでこう奇襲科目の民法であったり不動産登記を、まあ、ちょっとずつ刺激を入れていくという形ですかね。はい、じゃあ例えばなんですけれども、今の質問に関連して最初に勉強するメイン科目の民法なんですけど、会社法とか商等法もしくはマイナー科目とかいった時、こうなんだろう、もう何ヶ月も民法触れてないよみたいな時期って実際ありましたか。ありましたね。ありました。すごいありました。あ、はい、なるほど。それで結構不安になりませんでした。あ、でも民法はこうなんでしょうね、理解、暗記より理解かなと思っているので、 あまりこうなんでしょうね、本質を理解してあまり忘れることは、まあ、忘れ、もちろん忘れはしますけど、こうすごい忘れてしまったということはあまりなかったのかなと思います。なるほどですね。はい、まあ、今浅沼さんおっしゃったように、まあ、民法に関してはですね、まあ、ちょっと会社法なんかとはちょっと毛並みが違うというかですね、まあ、民法に関しては、まあ、本質的な理解がですね伴っていれば、まあ、細かい知識は当然抜けていくんですけれども、まあ、短期間でまた取り戻せるというか復活させることができるのかなというふうに僕も思いますね。はい、ありがとうございます。それでは次の質問でございますが、いわゆる苦手科目ってありましたか。 Y さんどうですか。はい、僕は合格までに、まあ、2回受けてるんですけれども、はい、最初の年度に初級クラスを受け始めたタイミングが夏過ぎぐらいですね、夏過ぎぐらいだったんですが、そのタイミングだともう民法が終わってた形だったんで、まあ、ずっと最初の試験日まではずっと民法が苦手な状態で迎えたというような感じでしたね。はい、なるほど。その苦手な民法が、まあ大丈夫かなって思えたのはやっぱり2年目の受験の時ですかね。なるほど、なるほど。浅沼さんどうでした、苦手科目ってありましたか。そうですね、とりわけこれは苦手だよというのは特になかったですね。まあ、やっぱりこう1年目っていうのもちょっと言い訳にするのもあれなんですけど、こう全体的にまあちょっとずつ力不足なのかなってところが大きかったですね。まあ、ちょっと結構謙遜された感じでお話いただきましたけど、まあそうですね、浅沼さん、まあ、話聞いてて、まあ特にメインの主要4科目ですけれども、極端にこうへこんでる科目というのがなかった気がいたしますね。非常にこうバランスの良い受験生だった気がいたします。はい、それでは次ですね、まあ、講義終わった後ですね、全工程終わった後、その答練とか模試とかっていう受けたりしたと思うんですけれども、まあ、その納得いく点数が取れなかったこともあったと思いますけれども、どうでしたかね。点数的にちょっとまずいなっていうことの方が多かったですか、浅野さん。もちろんもう最初は全部いい判定でしたね。いい判定、はい、なるほど。それって4月5月ぐらい。そうですね、最初の模試は、そうですね、2、3回目まではいい判定で、だんだんでそれが D になってで C になって、最後の方で C から S に上がるっていう感じでした。なるほど。そうです、もう理想的ですね。Y さんどうですか。そうですね、やはり同じく、まあ、4月ぐらいからの答練ではもうずっと、まあ、全然点数は取れていなかったんですけれども、直前に近づくにつれて成績は上がっていったかと思います。うん、なるほどですね。まあ、受験回数がその浅い方ですけれども、やはりお二人のような流れ理想的だと思います。まあ、4月とか、まあ、3ヶ月前の段階とかでは、まあ、その E 判定っていう言葉出ましたけれども、ろくな点数も取れなかったっていう人がですね、まあ、6月とか、まあ、今年失礼、令和2年度は違いましたけれども、その直前期に、本当の直前期になって、その A 判定とか S 判定を取るということで、結構やっぱり1年目2年目の方ですね、急激にその直前期にぐっとこう曲線がこう上がるような方が多いのかなというふうに思います。なのでそういう時期が必ず来るということを信じてですね、その
例えばその一般的なスケジュールでいうと3月末までの時期ですか、模試の時期とかが始まるまでのその時期ですね、その土台を固める意識で頑張っていただければいいかなと思います。いつか花開きますよね。そうですね。そうですよね。はい、ありがとうございます。それでは次ですね、受験勉強を続けてるとですね、どうしてもこう精神的に落ち込んだり、こうやる気なくなったりっていうことはあったと思うんですけれども、どうですかその辺、精神的なところなんですけれども。そうですね、やっぱり先ほどの話にもつながるんですけど、はい、やっぱり模試で E 判定を取ってしまった時とかは、はい、仮にもやっぱ1年勉強してきたので、それでこう自分の1年の結果これかっていうところでやっぱりこう、うん、すごいへこむことはあ、ね、ありましたね、うんうん、はい、でそういう時ってなんかこうリフレッシュの方法手段っていうのはありましたか。自分はでもやっぱり友人と遊ぶことが多かったですが、あまりこう良くないと思うんですけど。おなるほど、はい、結構それって例えばその模試の時期ってことはそこそこ直前期じゃないですか。です、ね、直前期でもまあそうですね、遊んでましたもん。朝からもちろん勉強はするんですけど、こう朝から夜ぐらいまで勉強してから、はい、こう友達とちょっと飲みに行ったりとかはちょっとありましたね、はい、一応勉強はしてるわけですね。もちろんそれはしてます。はい、さすがです。 Y さんどうですか。はい、基本的に受験期間はずっと辛かったですね。次々に結構膨大な知識を入れていかなきゃいけない、タイミングがずっと続いてきたので、常に辛かった記憶しかなかったかなと、はい、思います。で、気分転換の方法、なんですけれども、そんなに器用なタイプではないので、一回スイッチオフにしてしまうともうオフにしっぱなしなんだろうなという怖さがあって、もうずっと走り続けた感じですね。気分転換という手段は取らなかったですね。取らなかった、はい、なるほど。それまた珍しいといえば珍しいですけど、よく持ちましたね。しんどかったでしょう。なるほど。いろんなタイプの合格者がいるということですね。はい、それでは次の質問です。ご自身の受験生活を振り返ってみてですね、この勉強方法良かったとか、逆にこの方法はよろしくなかったなっていうのがあれば教えてください。ではまず浅沼さんが、はいはい、やっぱり直前期になると、はい、自分のこう分からないところであったりとか、はい、つまずくポイントが分かってくると思うので、最初からこうノートにまとめるのはちょっとやりすぎだと思うんですけど、こう直前期にこう知識がそうですね、集約されていく中でこう自分が分からないなと思ったポイントをこう、例えばこれは商業特許のひな形なんですけど、こうひな形別に気をつけるポイントをちょっと記載してみたりとか、はい、そうですね、あとはこのこれの民法の典型契約のところなんですけど、はい、これ周期契約に期限がある場合とない場合でちょっと、この終了させるための要件っていうのはあまりこう、要件というか時期がまとまっているところはなかったので、自分でこう調べて、そうですね、こうつまずくポイントとかをこう自分で表にしたりとか、ノートにこうそうですね、こう論点をこうまとめていくっていう形を取ってましたね。はい、そうですね。で、こうやってテキストに書いてあることをこう写し込むっていうイメージではなく、そうです、要はそのテキストの足りない部分を補うっていう感じのノートですかね。そうですね、補足してましたね。なるほど。テキストの情報もちろんすごい多くて覚えるの大変なんですけど、こうやっぱり模試とか答練ですかね、そういうところでテキストに載ってないところがたまにこう聞かれてきたりするので、そこでこう聞かれてくる頻度が多かったり、過去問にも載っているようなところで自分が覚えきれてないなというところをこうノートに論点とかの集約してましたね。これで直前期とかに見返すことによってこう、なんでしょう、知識の見逃しというか漏れが抜けが少なくなるかなと自分は思ってやってました。なるほどですね、はい、ありがとうございます。そのあれですよね、その非常にいいなと今これ見てて思いましたけれども、やはりその何でしょうか、そのテキスト100点満点のテキストってないと思うんですけれども、やはりその自分がその落としやすいところとかっていうのを自分なりにまとめているこのノートですね、そんなにあれですよね、これ物量的にはその合計のページ数的にはそこまでではない感じですね。でも結構ありますね。だからその何でしょう、直前期のこの勉強のスケジュールに今日はこのノートの何ページか何ページを見返すっていうのを盛り込んでいったわけですね。なるほどですね、はい、非常にいい工夫ですね。はい、こんな感じで、ありがとうございます。はい、それでは次、Y さんですね、おすすめの勉強方法あれば教えてください。はい、私のおすすめする勉強方法なんですけども、基本的にある程度勉強が進んだ段階で、1週目とかだとなかなかちょっと難しいかもしれないですけども、ある程度テキストの内容が理解できた段階でもう6歩
を学習の中心に据えてしまうというのが一番おすすめです。で、私が使ったのは先生からもおすすめされたんですけども、レックの方で出版しているこう司法試験、予備試験です、予備試験向けの、完全択一、完全整理択一論法ですね、完全整理択一論法の方を、会社法については使ってました。で、これ2019年版ですけど、毎年新しいのが更新されてます。で、中身をちょっと見てみるとこんな感じですか、ね、もう条文そのままのところに直接、色つけて書き込みをして、で、間違ったところなんかも当連、や過去問でですね、間違ったところなんかも自分なりのメモを入れてっていう形で全部六法に情報を集約するっていう形で勉強を進めてました。なるほど、特に今見せていただいているのがこの会社法の条文ですけれども、会社法は条文条文だと言いますね。やはりその私もそうでした。受験生の時まさに民法と会社法、実体法についてはですね、もうこの条文を軸に情報を整理していくような学習方法を取ってました。まさにこれとよく似た、教材は違うんですけれども、これとよく似たですね、方法で僕も勉強してた記憶がありますけれども、非常に僕効率いいと思うんですけど、どうですか、これ結果としてなんか面倒くさそうに見えて最終的にはこれ良かったなって僕も思ってるんですけど、どうですかね。おすすめに乗っかって良かったなと思いますね。僕勧めました。そうですね。条文中心。すみません。覚えてないです。申し訳ない。僕もすごくこれ結果としてはコスパがいいというかですね、頭がすっきり整理されてる感というのがあったなと思いますけれども、それにしてもこれすごいですね、書き込みの量が。そうですね。何かあるたびにこの六法に戻って条文を確認して。戻ってって感じですよね。はい。わかりました。ありがとうございます。ありがとうございます。はい、それでは次の質問ですね、行きたいと思いますけれども、これ2つ前の質問なんかと絡むんですけれども、勉強しない日ありましたかと。 Y さんはなかったということでよろしいですかね。先ほどおっしゃってました、勤務転換なしでずっとやってました、はい、浅沼さんも先ほどお聞きしたんですけど、飲みに行く日も午前中は前半は勉強してたみたいなことをおっしゃってたんですけど、丸1日本当に勉強しないとかっていうのはありましたか。それはもう始めたから1日もないですね。ないですか、はい、皆さん聞きましたか、結局合格者はそういうところを占めてるわけですね。はい、ありがとうございます。それでは次、1日の勉強時間なんですけれども、フルに勉強できる日、1日何時間ぐらい学習時間取ってらっしゃいましたか。まず Y さんどうぞ。はい、1年目2年目があったんですけれども、1年目はもう全く専業受験生という形で、365日使えたというような形だったんで、1日コンスタントに8時間はやってたかなという感じですね、で多い日で10時間ちょっとですかね、12時間はさすがにちょっとできなかったですね、はい、それぐらいの目安でやってました。で、2年目は平日に仕事を始めたので、行き帰りの電車の中プラス夜という形が基本だったんですけれども、週末はそれでも1日10時間ぐらいは取ってまとめてやってたかなという感じですね、はい、なるほどですね。浅沼さんどうですか。そうですね、直前期と直前期以外でちょっと変わるんですけど、直前期以外は慣らして1日8時間ぐらいですかね。そうですね、今回直前期ちょっと長かったんですけど、そうですね、直前期が長かったですもんね。でも実質そうですね、直前期はおそらく6月7月からっていう自分の中で扱いだと思うんですけど、そこあたりはこう、1日平均大体12時間ぐらいやってましたので、そうですね、やはり1回目の試験で合格される方の、かなりの割合の方が、これぐらいの時間やってるのかなっていうのが私の感想ですが、ただ他方でですね、働きながらの受験生の方で一発合格を果たされてる方もいらっしゃいます。1日4、5時間の勉強で一発合格を果たされている方もいらっしゃるので、一概にその1日10時間の勉強をずっと続けなければ短期合格できないというわけではないのかなというふうには思いますけれども、じゃあY さんに関しましては2年目は仕事と、アルバイトの方と両立というふうにおっしゃいましたけれども、両立の方はどうでしたかね。はい、ある程度1年目に基礎ができてたっていう前提はあるのかもしれないですけども、大体期間ごとにやる科目、例えば1月の第1週目は民法、第2週目は不動産登記法というような形で、
ある程度スケジュールを区切って、で、まあ、進捗が進んでも進まなくてもちゃんと次の科目にスケジュール通り消化していくというような形で、基本的な底上げを図っていったという形ですね。ああ、なるほど。じゃあ、はい、あまり立ち止まらなかったって感じですかね。はい、その一つの科目にこだわりすぎず、まあ、進むべきタイミングで進むと、まあ、これ非常にいいことをおっしゃいました。やはり真面目す、良くない意味で真面目って言ったらいいんですかね。表現が難しいんですけれども、真面目すぎる人はやっぱりその一つの科目とか一つの分野、一つの単元、そういったところにこう立ち止まりすぎてですね、こう理解ができないから何とか理解したい、分かりたい、覚えたいということで、一つの科目一つの単元とかに、まあ居座り続けるような方いらっしゃいますけれども、やっぱり先に進んで初めて前のことが分かるとかっていうのもあるわけですからね。今おっしゃった、Y さんの、ご意見ですね。はい、Y さんのご意見、非常にいいなというふうに思いました。はい、それでは最後の質問になりますけれども、これから、司法書士試験合格を目指して、頑張る皆さんに一言ずつですね、メッセージの方をいただければと思います。佐沼さんからお願いいたします。はい、やっぱり司法書士試験という試験はやっぱこう努力を積み重ねれば積み重ねるほどちょっと不安が大きくなってしまう試験なのかなと思うんですけど、やっぱりその状況でも自分のことを自分の可能性を信じて自分に負けない気持ちがあれば必ず合格まで、最後まで走り抜けることができると思います。頑張ってください。ありがとうございます。 Y さんどうでしょうか。はい、簡単な試験ではないですけれども、死ぬ気で取り組めば短期で合格圏内に届くことができると思いますので、言い訳を作らずに地道に勉強してください。今 Y さんから言い訳を作らずにと、なかなか厳しいご意見ありました。本当に僕いる数多くの受講生の方と接してて思います。やはり言い訳する人は合格しないですね。何かしら言い訳作ってですね、私こうだから、僕こうだから、何々できませんでした、そういう発言がこう先行してる人っていうのはなかなかちょっと合格遠ざかる気がいたします。ぜひ、ですね、言い訳せずに、合格目指して、頑張っていただければというふうに思います。はい、それでは今日はどうもありがとうございました。皆さん、これご覧の皆さんですね、お二人のお言葉ですね、ぜひ参考にしていただいてですね、司法書士試験合格目指して、頑張っていただければと思います。はい、それではご清聴ありがとうございました。